すごい立派だ。多分一番立派でしょ、うん、ここの本命の中で。目的地に到着しました。道路沿いなんだね。お庭の近くを入れましょう。あ、はい、マイナス2度。本音湯温泉に来てます。今の気温は10度ぐらい、マイナス10度。そんなに寒くない。まだあります？あ、まだ全然あります。大丈夫ですよ。あった。これが海鮮丼だ。完売ですか？完売。あ、残念。これ今日なんか。すごい、出ちゃうぜ。こちらのお客さん、名前だっけ？5枚でしたっけ？はい、あった。いい感じ。美味しそう。最後。はい。はい、彼が1枚。はい。はい。どうも。はい、どうぞ。はい。当日券の販売も行っております。また温まる。間違いなくない。今先ほど紹介です。道外から来られている方もいらっしゃるということだったんですけども。関東方面から来られている方いらっしゃいますかね。めっちゃやってる。うん。
四個ホタテの色ホタテのビデオ、はい、ありがとうございます。食べちゃうここ。皆様、出席可能な方はお越しいただければと思います。また、2月19日日曜日、お時間午後2時。ちょっともらってみる。紋別市文化会館。すいません、割り箸落としちゃったんでもらっていいですか。ごめんなさい。はい。入場は、また醤油。ああ、ここまでの主要事項は2分で隣なんじゃない。お疲れ様でした。次回は速度変化の少ない運転を心がけましょう。室内温度5度です。あったかい。紋別ベイエリアキャンプ場宿泊はこちらだけでした。雪積もったみたいで、あ、でもあったかい。4度ぐらい。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。ご乗船のお客様に船内のご案内をいたします。晴れたね。
しました。すごいね。あーすごいね。あーなんか怖っ。吸い込まれそう。あーおーあいいよ、通って。おお、ここは。でもここも良かったよね。うん、人いなかった。人いないから良かった。しかもあの水道温水だから手洗ってもそんな冷たくないし、あったかいし、ストーブ入ってるから、ね、トイレ。積もってます。すごいね。10センチ、15センチぐらい積もってんのかな。今日は降りそうです、雪が。
結構来てるね。めっちゃ広いね。イメージしたのと全然違う。すごい綺麗。ここの向かいに RV パークがあります。すごい雪だね。あ、めっちゃ綺麗。歩いてるけどさ。てか入れたんだ。いや、これを取っといて、玉ねぎと人参だけちょっと別で。明日なんか使える。映えてはいるよ。めちゃめちゃ映えじゃん、これ。いただきまーす。いただきまーす。キムチ鍋を食べながら、外は雪です。寒い寒い、誰もいない。気持ちいいね。すごい。あの靴じゃいけないよね。おはようございます。マイナス4度です。やばいね、ホワイトアウト状態じゃない。下ちょっと怖いな。灯気をつけないと。全然見えない。あと風が、あ、横風が怖い。煽られたら。ライターもつけない。ライター。なんか言ってたけど、最終的にはハザードランプつけながら走るって。ああ。言ってた。あ、テレビ2回なってるよ。やられるな。
ます？麺やられる。いやまだ太陽が出てる。天使です。